日は正式なインスタライブだから、あんまり格好しないようにしようと思ってノーマルで撮ってます。こんばんは。でもなんか白着てると膨張しますか？あんまりノーマル好きじゃない。花粉症で肌荒れしてるし、つらっ。え、待って、ねえ消えないでお願い。ついた。せめてものライトつけてるんだけどさ、なんか部屋が暗いんだよね。鼻水止まんないの、花粉症で。やばい、1000人も見てる、どうしよう。待って、インスタライブで1000人ってやばくない？どうしよう。あんまりね、ノーマルの自分好きじゃないんだけど、頑張って好きになってもらえるように頑張ります。だからノーマルで勝負しますね、今日は。今日は逃げない。オッケー。ということで、そろそろみんな集まったかしら。そろそろみんな集まったかしら。ちょっと鼻水が止まらないけど、そろそろみんな集まりましたか。今日はですね、ずっと私2月21日に生誕祭をやらせていただいて、23歳になったんですけど、それのお礼配信がなかなかできてなくて、それでなんかちゃんとみんなにお礼の配信をしたいなと思ってまして、ようやくできました。イエーイ。ようやくできました。これはスナイデルのトップスです。本当にね、たくさんの方が来てくださってびっくりした生誕祭だったんですけど、本当に楽しくって、なんか思い出しながらみんなとお話できたらなと思ってます。声が響く。思っております。まずね、あんなに大きな会場で生誕祭をやらせていただけたことが私は本当に嬉しくて、どこから話そうね。なんかちょうど3年前の二十歳の時に、ちょっと生誕祭やった、今年生誕祭やった会場よりもちょっとだけちっちゃかったところで生誕祭、二十歳の生誕祭をやったんですけど、その時
から3年も経ってて、だけどまた一から頑張るって決めたフルーツジッパーに入って決めたこの気持ちを背負いながらの生誕祭だったので、なんか個人的にはすごくドキドキしていたんですね。また一から頑張んなきゃと思ってたから。でなんかあの時3年前は二十歳だったし、なんかみんな応援しに来てくれて、奇跡的にその時も満員だったんですけど、なんか今回も完売しないんじゃないかなってずっと思ってたんですよ。なんか私のお祝いをしに来てくれる人いるかなとか思ってたんですけど、でもなんかたくさんの方が本当に来てくれて、チケットも優先も速完だったし、一般の方も速完させてもらって、それで2階まであったかな、パンパンの会場でやらせていただきました。もう嬉しかったのね、満員で生誕祭できるなんてと思ってびっくりしました。はい、無加工です、すいません。はい、そう思っていました。それで、ね、ほんと生誕祭ってなんか全部自分で用意したんですけど、なんかねそれがまた私にとってはすごい挑戦な準備が多くて、なんかこれを誰かにお願いしなきゃいけないとか、そういうのってあんまり得意じゃないから、人に協力する方が得意な方だったから、なんか結構ねどうしようとか、あ、これもお願いしなきゃいけないとか、いろいろ悩んでたんですけど、でもなんか2月21日当日みんながお祝いしてくれて、なんかこうやって振ってくれてるのを見て、なんかすごい頑張って考えてよかったなって思って、なんかすごいそういうのも嬉しかったなって思って、あとなんだろう、なんか嬉しかったこといっぱいありすぎて何から話したらいいか分かんないですね。何が印象に残ってますか？そう、ちょうどツアーとも被ってたんですよ。だからメンバーに負担にならないようにしたいなっていう気持ちもあって、なんか私の生誕祭めっちゃ忙しい時期にやってもらったから、なんかできるだけメンバーに負担をかけないで、だけどお客さんには喜んでもらえるものって思って考えてたんですけど、みんなすごく協力してくれたし、ファンの人も喜んでくれたのかなと思って。初恋サイダー、あゆりちゃんコメント大きな愛でもてなして、なんかいろんな曲がこうやって出てくるの嬉しいですね。嬉しい。なんか初恋サイダーはなんかソロでアイドルやらせていただいてたんですけど、なんかその時もちょうど3年前あれはやったんだっけな、なんかずっと私初恋サイダーはカバーさせていただいてたんですよ。でなんだろうな、昔から応援してくださってるファンの皆さんからしたら私の、お箱というか、その絶対に大事な時に歌う歌が初恋サイダーっていう風な
印象があると思うんですよ。だから今回のセーターも初恋サイダーは絶対入れようと思って入れたんですけど、そしたら印象残ったみたいで嬉しい。でなんか今回の初恋サイダーは一人じゃなくておすずとルナと一緒にやらせてもらったんですけど、3人で初恋サイダーやったことってなくて、ずっと一人でやってたので3人でできたのが嬉しかったです。ですです。衣装かわいかった。デカリボンのピンク似合いすぎ、ありがとう。ワルキーもやったんですよね。そうそう、落ちサビおすず、そう落ちサビ、あの友達同士そんな境界線今すぐに飛び越えたいのっていうところをおすずに歌ってもらったんですけど、これはなんかおすずってアイドル始めて、なんかきっといろいろ悩んだりとか考えたりとかすることもきっと多いと思うんですよ。あとすごく勇気を出してなんかこのアイドルっていう職業アイドルになってくれたんじゃないかなって思ったから、そういう意味も込めてなんか落ちサビのなんかアイドルらしいおすすめをみんなに見てもらえたらなって思ってやったんですよね。本当に良かった、本当に良かった、良かったよ。聖子ちゃんメドレーありがとうみんな。あと聖子ちゃん、松田聖子さんの曲もメドレーで私がソロでやらせていただいたんですけど、それも私松田聖子さんってなんか永遠のアイドルだなって思ってるから、なんかそのそういう松田聖子さんみたいな永遠のアイドルって素敵だなって改めてね、フルーツシッパーになって改めて強く思うようになったので、今回の生誕祭では松田聖子さんの曲を歌わせていただこうと思って、みんなから意見いただいた曲をから選んでメドレーにしました。楽しかった、楽しかったな。なんか本当に嬉しいことばっかりで、何から伝えたらいいか分かんないですね。なんかねすごい、なんかいつもなんだけど、これはペンライトを振ってくれるみんなの手と顔と熱量がすごくあったかくて熱いから、それを見るのがすごく好きで、生誕祭ってよりみんなが気合い入ってくれてるのがわかるんですよ。だからなんかあ、みんながすごいなんかお祝いしてくれてるなとか、それがすごい伝わって
ちゃ嬉しかった。なんかね、優しい人しかいないなと思って嬉しかったの。花粉症やばい。あと遠くから来てくれるファンの子もいて、なんかわざわざバスに乗ってとか新幹線に乗って飛行機に乗って会いに来てくれた人とか、あと台湾の方がなんか私の生誕までずっと日本にいてくれて応援しに来てくれたりとか、なんかもうすごい嬉しくて、なんかそれもね、すごいメンション、私インスタとかメンション見れるんですけど、なんかすごいなんかゆいちゃん今日会いに行くよみたいな感じで言ってくれてて、遠くからも来てくれるんやと思って嬉しかった。でもあんまりなんかさ、落ち着いて歌歌ったことなかったから、なんかバラード系みたいな、だからすごい緊張して最初声も震えちゃったんだけど、よかったって言ってくれてよかったです。ひなりちゃん、ひなりちゃん、嬉しい。恥ずかしい、こんな配信に遊びに来てくださって、いつもありがとうございます。ひなりちゃん、ライブで会うといつも声かけてくださるんです、嬉しい。TGC 見たよ、ありがとう、嬉しい、嬉しいよ、嬉しいよ。肌綺麗、嘘、花粉症でめっちゃ荒れてんだよね。待って、鼻水止まんないし、最悪最悪最悪。鼻水止まんない。ありがとうみんな、なんかあとまだあるまだあるんだけど、あとね、何から言おう、あとスタンドフラワーもめっちゃ大きいの立ててくれて、あとね、なんか私ベンチがある、座れるとこがある、お誕生日のお花ってずっと夢で、嬉しかった、座れると思って嬉しかった。あと階段のところにもうわーって綺麗にしてくれてて華やかで嬉しかったし、あとなんか私の歴代アクスタの等身大パネルみたいなのがブワーって並んでて、えっ何これってなった、嬉しかった。なんかね、びっくりした。なんかこう一面に iPhone で写真撮ろうとしたら大きすぎて写らなくて、全部びっくりしちゃった、びっくりしちゃった。すごい頑張ってくれたんだなと思って、なんかファンの方もね、メッセージ、あのアルバムとかもくれたんだけど、なんかみんな忙しいのにライブの時とか書いてくれたのかなって思って嬉しかったよ。ありがとうね、書いてくれた皆さん。なんかすごい多かったな、量が。もうこんな2冊で、1個はアルバムで、1年の私のお仕事を
求めてくれてたやつと、あとメッセージのやつ一冊、もうすごいすごい、こんな何回も見てます、嬉しい。そうで嬉しくて、あのさすがにメッセージの方は私だけの楽しみにしようと思ったから載せなかったんだけど、仕事まとめの方は全部載せちゃった、ストーリーに。見てくれたかな、見てくれました。めっちゃすごかった。絶対みんな、なんか私もその時忙しくってなんか寝不足気味だったりしたんですけど、絶対みんなも寝不足だったなって思って、すごい準備してくれたからね、本当に本当にありがとうございます。いやマジで本当に嬉しかった。思い返せば思い返すほど嬉しいよね。あとなんだ、なんか本当はもうちょっと早くみんなと振り返りしたかったんですけど、生誕祭の次の日からね、なんか始発ぐらいで沖縄に行ったりとか、それで帰ってきてとか言ってたら全然時間がなくて、3月になっちゃったの、ごめんね。なんかね、実はその当日の入り時間の時にちょっと遅めに私入ってて、でみんながフラスタをこう組み立ててくれてるところとか見ちゃった。寒いのにって思って、でいつもチェキもめっちゃ並んでくれて、外まで並んでたから多分寒かったんじゃないかなと思って心配してたんですけど、さっきからさ「何何ください」とか言われちゃった。やるか、夜でもやるか。あ、おなか鳴ってるねえ、呼び出しなんて、なーになーに。これ一人でやってるんですけど、家で。やばい、お腹鳴ってる。ありがとうみんな。あと何嬉しかったかな、あとは待って、まだ言いたいこといっぱいあるから、まだ愛理さんのはまだ言わなくてもまだ嬉しいこといっぱいある。あとねプレゼントもすごい量だったの。なんか階段にずらーって並べたらもうすごい上までバーってプレゼントあって、でいろんなプレゼントをいただいたんですけど持ち帰りきれなくて車にいっぱい詰めたんですけど、それでも持ち帰れなくて量が多くて、で事務所から郵送してもらいました。ありがとうございます、本当にたくさん。そう、開封は少しずつしてます。なんか全部こう一緒になっちゃって、確認
していただいてから私の元に届くんですけど、全部一緒になっちゃってたりとかしたりとかもしたから、誰が誰って全部分かってるわけじゃないかもしれないんですけど、でもきっとなんか手紙とか読んでるとこれ選んだ理由とか書いてあるから、あ、これはこの人なのかなとか、あ、これはこの人なのかなとか思いながら楽しく見てました。全部使いますよ、全部使うんで本当に私本当になんか人生で使わなかったプレゼントってなんかなくて、本当なんか前昔にオルゴールとかもらったりとかして、なんかねショールーム配信の時とかにね、私パプリカ歌ってたの知ってる？パプリカ花が咲いたらです、あれを歌ってたからって言ってオルゴール、パプリカのオルゴールとかをもらったりとかして、なんかそれもあのずっと飾ってるし、なんかね一番何年前だ、19歳とか10あれな、えもっと前かな、17とかそのぐらいの時にもらったの、わかんない、何歳だっけ、時にもらったクマの人形の花束みたいなのがあって、それもまだ家にあるし、なんか桜井ゆいちゃんお誕生日おめでとうって書いてある何今の桜井ゆいちゃんお誕生日おめでとうって書いてある、なんか看板、あのフラワー刺さってる看板をこいつも持って帰ってきて家にいっぱいある、どうしようって思うくらいあって、幸せ者ですね。今回もお花を抜いてあのお部屋に飾ってます、嬉しい。あとお手紙も全部読んでます、読みました。あ、まだ読み切れてない人もいる、ちょっとずつ読むね。でも嬉しいんだ、みんなめっちゃ優しいこと書いてあって、手紙もなんかみんなが幸せそうにしてくれるのが嬉しくて嬉しかったです。全部言いたいんだけど、あとライブの全部の終わった後に丸のやつをみんなでこうやって持ってくれてて、すごかった、あれもすごかった、振り返ったらみんなが私のうちわ、ミニうちわみたいなやつやってくれてた、あれすごいよね、すごかった。しかもさ、そのね掲げてる顔がね、もうみんな可愛いの、なんか一生懸命掲げてくれてて、なんかゆいちゃんみたいな顔して掲げてくれてるから、もう顔はもう全員可愛いと思って、もうなんでそんなに一生懸命こっち見てくれるのって思って嬉しかったです。あとねまだしてもらったことあるんだよ、やばくない、もう十分だよっていうぐらいだけど本当に嬉しい。あとね、あと駅のポスター、渋谷駅にめっちゃでっかい駅のポスター、くらゆいちゃん23歳お誕生日おめでとうってやつを一
ただきました。すごかった。見てくれました？なんか結構見に行ってくれた人いて、あのご報告いただきました。嬉しい嬉しい嬉しい。カラコン恐れなかった？フラミーのカカオワッフルですよ。ちょっと肌荒れが肌荒れがね。すごかったよね、秋のポスター。本当に何回も何回も行きたかった。でも3くらいは行きました。行けました。あのめっちゃ急いで通り過ぎちゃった時もあったけど、嬉しかった。めっちゃでかいの、なんか大きいってなって。でね、私がね見に行った時にね、多分気づいてないんだけど、ファンの人が写真撮ってくれてるところとか見ちゃって、私後ろにいますとか思って、すいません私後ろにいるんですけどとか思いながら そのポスター撮ってくれてるんですけど、それ私後ろにいるんですけどみたいな思いながら微笑ましく眺めてました。その光景を、写真撮ってくれてるって思って、女の子と女の子も男の子もみんな撮ってくれてて嬉しかったよ。本当にみんな撮りに来てくれてるんや。なんかそういうのってさ、そういうのってさ気づくじゃん、やっぱり。なんかさ、なんか本人には届かないかもしれないとかさ、なんか言ってること分かってもらえない私なんてってみんな優しいから言ってくれたりするけど、本当に分かるん。本当にね、届くものは届くんですって思った、やっぱり。だって私来てくれてるの分かってるもんって思いながら見てました。ね、本当はね話しかけようと思ったの。だけどなんか撮り終わってなんかどっか行っちゃって、でなんか最初ね通り過ぎてずーって、で、あ、撮ってくれてると思って、でも急がないととか思ってね通り過ぎてったんだけどそう、でもねちょっと気になっちゃって、あ、でもなんか今、私がもしなんか振り返っていったらなんか喜んでくれるかなとか思ってちょっと戻ってみたりしたんだけど、実はちょっと戻ってみたりした。あ、時間ないけどちょっと一旦戻ろうと思って、これであえてなんか喜んでもらえたらいいなと思って戻ったんだけど、誰もいなかった。そこには誰もいなくて、私がただ戻っただけ。もういないじゃんってなりました話しかけようと思ったのに帰っちゃったに帰ったら私がいるっていうサプライズをしようと思ったの。だってすごいね、すごい頑張って撮ってくれてたのよ。だから、え、これはもう本当に好きでいてくれてる人だって思ってね。わかる？もう私がただ戻っただけ、誰もいないのに自分のポスターの前に戻っただけでした。もうびっくり、びっくりだよ。一人ぐらいいてくれてもよかったのに、もう何人もいてくれたのに、もう誰もいなかった。戻った時にはもうこういうことだよなと思って、やっぱり本人ってこういうことだよなって思いました思っちゃいました。え、マジで私日本一さ、日本語が苦手なの、ごめんね。もうね、なんかね、あの、そう、難しくて、難しいの、なんか緊張しちゃうの、喋るの。それでなんか言いたいことはいっぱいあるんだけど、それをどういう順序で話したらいいんだろうとか考えてるうちに、もう何話してるか分かんなくなっちゃって、
私なんかもう喋るの苦手だから顔で表現するねみたいな感じのことしかできない。もう最低、もう最低、もう真面目に、真面目なんだよ。真面目にね、伝えたいと思ってこの配信してるんだけど、日本語がね、無理っぽい。すみません。いつも私の日本語を読み取っていただいて、話長えなって思いながら聞いてると思うんですよ。多分1分で終わることを5分くらいで喋るタイプなので、あもう結末わかってるからみたいな感じで聞くと思うんですけども、5分聞いてあげてください。もうすいません、もう話せない、話せないんです、話せないんです。でもね、でも頑張ろうと思って、なんか MC の時とかなんか喋ってみようと思って、なんかいろいろなんか喋ってみたりとかするんだけど、もうなんかやりすぎたら多分また一人で笑って終わりそうだから遠慮してるんですけど、でも頑張ってね、なんかおすずとかがよく回してくれるんですけど、上手に MC いつも、それにちょっとサポートできないかなと思って、なんかちょっと挟んでみたりしてます実はそれちょっと頑張ろうと思って、日本語苦手だけど、でもなんか喋れるようになった方がいいじゃんこれからって思って、おすずみたいになりたいと思って、それでなんかおすずが喋ってる時になんか一緒に今だと思って喋ったりします。実はだから諦めてないので、もうちょっと頑張りますねこんなもう諦めろよって言われちゃうかもしれんぐらい下手くそなんですけど、頑張ります。はい、それでねまだ話あるごめんね、話長いんだ、話長くてごめんね。まだある、聞いてほしいことまだあるよまだあるんだよ。でも1時間経ったらこれ切れちゃうよね。こないだ学んだんだけど、インスタライブって1時間経ったら切れちゃうんだって。あ、まだ40分だ。はい、そんな感じでね、あと20分じゃ話しきれないかもしれないから、早く喋るね。あのね、鈴木愛理さんが私にメッセージ動画くれました。すごくない？もうなんか宝くじに当たるよりもすごいことだなって思ったし、なんか私の人生においての、私中学校2年生からやってるんですけど、アイドルを、あのそのアイドル人生だったんですけど、そのアイドル人生においての、アイドル人生においてのなんていうか、もう最終目標みたいな、言うなればことだったんですよ。鈴木愛理さんから、まあ知ってもらうとか、別にあの知ってもらわなくても大好きなんです。別に認知欲しいとか、なんかそういうことではなくて、なんていうか、こうアイドルとしてもしその憧れの人にと一緒にお仕事ができたりとか、なんか桜井優衣ちゃんって言ってもらったらやっぱり嬉しいし、なんかそういう意味でなんかそう目指してたんですけど、ね、それがまさか今年の生誕祭で叶ってしまったなんて、わけが分からなかったです。しかも知らなかったし、でもそしたらなんかだからね、いつもね、私話聞いてるんだけど、人の話聞いてるんだよ、真面目に聞いてるんだよ、なんだけど、でもなんかたまになんかちょっと聞こえなかったところがあったりとかするみたいでね、それなんかあやばいと思って、みんながどうぞみたいな、みんながお知らせですどうぞってした時、何も知らないから、やばい私話聞いてなかったかもしれないと思って、めっちゃ焦ったのないし、だけどあもうここでアワアワしたらもうこのお知らせ台無しになっちゃうと思って、それでもう私みんなと一緒にどうぞって言ったの。
一緒にね。なんかそしたらなんかバレないかなと思ってバレないようにしようと思ってダサってやったのね。そしたら本当に私が知らないことでそれがもうウィーンってスクリーンが降りてきて、そこにアイリさんがボンってこうやって桜井ゆいちゃんお誕生日おめでとうみたいな、もう無理どういった、もうそれはもうどういったすぎる、もうどうして私に、なぜなの、って思ったわけです。もうなんか嬉しいとか、嬉しいんだよもちろん、嬉しいんだけど嬉しいとかっていうあれじゃない、もうどういった、それはもうどういった経緯でなぜみたいな感情になっちゃって、でももう泣くとかじゃないよね、なんか泣くまでもいかないよね、なんで、わかるこの気持ち、なんで私のお誕生日に鈴木愛理でーすみたいな、えどうしちゃったの、もうわかんないのよ、そんなことしてもらっていいのって思っちゃって、で実感が湧かないまま生誕祭が終わったんですけど、とにかく一番最初に浮かんだのがデータもらえますかだったから、もう落ち着いてみないとわけがわからないからね、だからデータもらえますかって言って帰りの車ですぐもらいました。もうね涙すらって感じ、もう驚きすぎて、えなんで、でもそれでも涙出たけど、えなんでみたいな、もうね人生の最終目標突然に来るやみたいな、いや違う、そういうこと言っちゃいけないんだけど、でもそれぐらいの衝撃、なんかいやあるよ、まだ目標ちゃんとあるし夢もあるんだけど、えなんか急に私の人生の最終目標がなんかいらっしゃって、もうえみたいな感じになっちゃったわけ、もう大変びっくり、もうねもうゆいと何々とかもう言ってらんないかったわけよ、もうねもうゆいととかじゃない、もうアイリと、あもうアイリとなんて言っちゃいけん、アイリさんと、いや鈴木アイリさんとみたいな感じになっちゃって、もう脳内がもうやばい、今でもなんか信じられないんだって、宝くじに当たるよりすごいことだよ、だってアイリさんに、アイリさんに、アイリさんのことになると喋れる、なんかアイリさんにねメッセージをもらうこととかって絶対に普通じゃないし絶対にありえないことなので、アイリさんにメッセージを欲しい、アイリさんからメッセージ欲しい、痛いアイリさんからメッセージ欲しいって人はもう100万人もう何億人といらっしゃるの、なんかその中でねもう私っていうねあのところに来てくださったわけ、それってどんなこと、もうどういった本当に、それはもうどういったなのよ、だから私はねその時に思ったの、こんなに幸せなことってあっていいんだろうかって思っちゃったから、なんかもう本当に世界一幸せな生誕祭でした、すいません本当に幸せでした、もう紛れもなく幸せで仕方ありませんでした、一つも幸せじゃなかったことはありません、もうすっごい幸せでした、幸せじゃないって、もうねなんかね今までのね10年目なんですけどアイドル、もう10年ってもうやってるとやっぱりいろんなことが確かにあったわけですよ、もうなんかそれもう全部どうでもいい、もう全部どうでもよくなった、もうね素晴らしく幸せになれた瞬間の生誕祭でした、もう辛かったことなんてやっぱり一つもないって思いました、一つもなかったって思って、もうその瞬間になんか毎日泣いてる日とかなんかもう嫌だなって思ったりとかやっぱりあったしさ、なんかアイドルできないかもとか向いてないかもとか、なん
通の子がいいかもとかいろいろ思ったことも本気であったし、なんか辛い時も本当にあったのね。あんまり暗い話したくないからあんまり深掘りしないけど、本当に辛い時があって、だけどね、もうその10年が全て報われた瞬間でした。あの生誕祭はもうあの景色もメッセージカードもかけてくれる言葉もアルバムも愛理さんからもらえたのも、なんか私のなんかが引き寄せたものではなくて、なんか全部あのファンの皆さんがずっと応援してくれたりとか、あとスタッフさん、今までのね10年関わってくださったスタッフさんたちがあの頑張ってって応援してくれてたからこそ、なんかここまで来れたんだなっていうふうに思ったから、なんか本当に感謝が止まらない日になりました。本当に幸せだった。だってね、なんでこんなに幸せなんだろう私って思ったの。なんで私がこんなに幸せなんだろうと思ってびっくりして、それもなんか普通にシンプルに幸せな自分にびっくりしちゃったの。なんか私何の心の曇りもなく、一つも辛いことなく幸せだなって思えた瞬間って、やっぱり生誕祭の瞬間はやっぱりそうは思えるんだけど、どこかで何か悩んでたりとかすることがすごい多かったのね。もう何もない、もうこんなに心から幸せなことってあるって思っちゃって、もうその幸せ度合いが自分にびっくりしました。なんで私こんな幸せなんだろうと思って、だからもっと頑張んなきゃって思いました。ありがとう、大好きです、大好き、本当に。そう、みんながたくさん課題出してくれてることがいっぱいあって、いつもそうなの。なんか私が無理だなって思うこととかを全部無理じゃなくさせてくれるのがファンの人で、いつもそうなんだ。そう、幸せ。いつもそうなんだよ、なんかびっくりするぐらい。そう、本当にそう、絶対不可能だなって誰が見ても思うことってあるじゃない。花粉症、ごめんなさい。そう、無理なことって、でもファンの人がいたらね、無理なことってないなって思って、だって応援してくれるんだよ、無理なことなんてないかもしれないって思えるんだよね。しかもそれをさ、可能にしてくれるくらいみんなが応援してくれちゃうから、それにまたびっくりしちゃうんだよね自分で。え、なんでそんなやってくれるのって思って、そんな人のためにね、そんなにできるってね、本当にファンの人はね素晴らしい。いつも尊敬してます。私もそうなりたい、なんか人のためにこう全力を注げる人になりたいなって思う、みんな見てて。だからまだまだちゃんとなんか完璧なアイドルみたいなに慣れてるかわかんないんですけど、なんかよりいつもなんかそうやってあったかい言葉とか応援を見るたびに、あ、
なんか私はもっとそういう完璧というか、そういうちゃんと、みんなの気持ちに応えられる人にならなきゃなっていつも思ったりしてます。これは本当、これは本当です。難しいけどね、深く考えたら結構難しいかもしれない、正解がないかもしれないから。でも頑張る。なんか頑張んなきゃおかしいと思うんだよね。こんなにやってもらってる中で頑張れなかったら多分何してても頑張れないなって思ってるから、だからなんかここでフルーツジッパーに入るときにここに骨を埋める覚悟で入りますって言ったの。あと紅白歌合戦に出れますかって言った。超生意気だなって思う。そんなの出るわけないじゃんって感じだけど、なんかそれぐらいの気持ちでその入ろうって思ったから、なんか今までもいろんな覚悟してきたんだけど、私も年齢も上がってきたし、なんかね、いろいろ考えさせられることが多くて、だから生誕祭とかも通してもそのあいさんと会えたことに関してもなんかその度その度、うわぁもう絶対私頑張んなきゃって思ってる。なんかうまく言えないけど、頑張れる人になれるように頑張ります。まずまずはね、そこからですよね。そんな生誕祭でした。嬉しかった。来年も、来年は24歳になるんです。24歳になるんですけど、まだまだキラキラなアイドルでいたいなって思ってるので、来年の生誕祭もみんな来てください。頑張りますね。頑張ります。ありがとうね、みんな。みんながね、思ってるほどすごくみんなのことを頼りにして頑張らせてもらっているので。これからも応援よろしくお願いします。でも本当にね、でも本当にね、10年間続けてきて本当に良かったなってすごい思ってるので、みんなのおかげで。無理かなって思ったんだけどね、本当に良かったよ。だからね、大丈夫です、大丈夫ですっていうか、頑張ります。まだまだこれから、来年も楽しみですね。なんか大きいさステージにさ立てるようにどんどんなってきて、なんか私すごいなんか夢のようなことばっかりだからさ、客観視してしまうんだけど最近、なんていう、自分のことじゃないみたいなんだけど、だからすごいなんか大きいステージに立たせてもらってありがたいなっていつも思ってて、
でこれからもしかしたらなんかもっと大きいステージ行けるかもしれないなって思ってたりとかするのね。でそれはまあみんなが応援してくれたりしたり、なんかメンバーとかスタッフさんのおかげなんですけど、だからなんか大きいステージになってもなんかみんなの顔が見えたりしたらいいなって、今応援してくれてるみんなの顔も見えたりしたり、なんかずっとリップ見たらいるとかしてもらえたら嬉しいなって思ってます。思いました、生誕祭でも今日のライブでも。なんかみんなが思ってるより、本当に私みんなのこと大好きなのであんまり一人一人には言ったことないんですけどなんか好きって言ってくださいって言われちゃうんですけどなんか照れるじゃないですか、そういうの。だからなんかあんまりこうねえねえみたいなできないんですけど、何々みたいなことはできないんですけど、まあ何々だったらやりますけどあんまりなんか照れくさいのでやらないんですけど、でも本当にね、みんなのことがすごく大好きなので、本当に大好きだからね、なんか本当に励まされてるんだよってことは嘘じゃないので、辛い時はいつもみんなの顔が浮かんでくるのも、何してるんだろうって思うのも嘘じゃないし、10年やってきたからこそこれは嘘じゃないって今ははっきり言える。昔も思ってたけど、今はさらに、あ、これは本当にこういうふうに思い出すものなんだなって思ってるから嘘じゃないんですよ。はい、で時間がもうあと50あともう1分あるかないかみたいな感じかもしれないですけど、あと残り1分12秒10秒ということで、ダーって喋っちゃいましたけども、本当に本当にあの人生で一番って言っていいぐらい全てが報われて、みんなのおかげで全てが報われて、純粋にとっても幸せすぎた生誕祭でした本当にありがとうございました。来年も今年も頑張りますので、23歳も24歳もずっと応援しててください。ありがとう。リハーサルは手抜いてませんもう頑張りますありがとうございました。バイバーイ。